東口プラットフォーム岡城駅は、兵庫県神戸市北区、藤原大中町一丁目にある、神戸電鉄三田線の駅。駅番号は、キロバイト22、標高231メートル。神戸三田国際公園都市の南部に位置する、ニュータウンである、藤原台の中心駅。駅移転時に、神戸市が、北上中央駅や、藤原台駅への解明を要望したが、 地域住民の反対により岡城駅として現在に至る。その経緯もあってか、駅名表には藤原台という副駅名が記載されている。島式2面4線のホームを持つ対比交換可能な高架駅。ホーム有効長はいずれも六両長だが、誤発車防止 ATS の設置位置の関係で、見た方面の1.2番線は、 最大4両編成まで、深海地方面の3.4番線も、最大5両編成までとなっている。早朝に設定されている、特快速は、当駅で4番線の準急・急行に連絡する。4両編成2本の夜間大白が設定されている。三田方面からの当駅泊まりの終電は4番線に到着する。改札は、高架下の1カ所のみ。 改札外に、校内売店のコンビニエンスストアがある。内側2線が、主本線、外側2線が、対比線である。有馬口方からは1、2、4番線へ入線可能である。2019年の1日の乗車人員は、約6074人で、神戸電鉄内では4位。隣接する、西の宮市側から利用もある。近年の1日平均乗車人員は、 下表の通りである。駅前には大型商業施設があり、住宅が多い。ありがとうございます。